いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2007年モデル、アストンマーティン V8 バンテージを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石、右ドアエッジ、左フロントアルミホイル、左ドアに傷がございます。走行距離に関しましては約3万キロ走っているお車ではございますが、外装面、比較的良好なコンディションを保っております。外装色はパールホワイト。インテリアはビターチョコレートレザーが採用されております。アストンマーティンの中でもコンパクトなボディを持つスポーツカー、V8 バンテージでございます。コンパクトなボディながらも、迫力のあるフロントフェイスや流れるような美しいボディデザインはしっかりと受け継いだお車となっております。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 4.3 リッター V 型8気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は380馬力でございます。また足元に関しましては純正の19インチアルミホイルに加え、レッドキャリパーが施されておりますので、足元からもスポーティーな雰囲気を感じることのできる一台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。こちらはワイドフェンダーボディのお車ということで、リア周りからも迫力を感じる一台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース、十分な広さが確保された一台です。大きめのボストンバッグが一つ入るスペースが用意されております。また目立った使用感もなく、良好なコンディションを保っております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはビターチョコレートレザーが採用されております。運転席助手席、若干の使用感はございますが、年式走行距離を加味しましても比較的良好なコンディションを保っております。ではエンジンを始動します。ETC カードを入れてください。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましてはカロッツェリア製のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のスポーツシフトが採用されております。両席に関しましてはシートヒーターが完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2007年モデル、アストンマーティン V8 バンテージ、スポーツシフトを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離
約3万キロ走っているお車ではございますが、内外装、比較的良好なコンディションを保った1台です。アストン・マーティンらしい美しく力強いボディデザインに加え、高い走行性能が魅力の V8 バンテージでございます。カロッツリア製のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、バックカメラをはじめとする快適装備も充実したお車でございます。車検に関しましては2020年の12月まで有効ですので、ご安心してお乗りいただけるかと思います。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。